A 段01系電車熊本電気鉄道01系電車第35編成熊本電気鉄道01系電車は熊本電気鉄道が2014年より導入した電車。廃車となった A 段東京メトロ01系のうち熊本電気鉄道が5000系の後継車両として導入したもので2014年度と2015年度にかけて2両1編成ずつ 合計に編成4両が導入された。2014年土壌と分の1編成2両は4次車である、第36編成の両線当車を改造したもので、2014年5月に西鉄筑紫工場へ搬入され、西鉄テクノサービスにより改造工事を行った。また、01系の導入と5000系の引退により、熊本電気鉄道の営業用車両はすべて、冷房装置付きとなった。 台車は、機関が異なることから、6000型に導入して、成果を上げた川崎重工業製の新型台車、F2、e、に換装。また、終電方式も異なることから01から100系の、屋根状にシングルアーム式のパンタグラフ2機を新たに、装備している。床下の制御装置は、東芝製、イベット阻止 VVF インバータ制御装置を、新設した。また、 従来車両に比べて、車体幅が若干狭く車両の乗降口とホームとの間に隙間ができるため、乗降口にドアステップの増設が行われ、ワンマン運転対応用として車内には整理券発行機、両先頭車の前面には後方確認用のミラーが設置されている。ラインカラーは銀座線時代のままで変わらず、 東京地下鉄のキャラクターであるメトポンを用いたドアステッカーもそのまま流用、さらに掲載した熊本電鉄の車掌もメトロ時代のデザインに合わせるなど、可能な限り東京メトロ運行当時の雰囲気を残す配慮がなされている。2015年2月21日に同社北熊本車庫に搬入され、同年3月16日より営業運転を開始している。 2016年1月13日に第35編成が北熊本車庫に搬入され、同年3月1日より運行を開始した。2016年4月頃に編成ともスカートが取り付けられた。さらに、同年6月11日より、第36編成に熊門のラッピングが施されており、2017年10月には、 第35編成にも熊門のラッピングが施され、同年10月14日より運行を開始した。2017年6月現在、2編成とも、藤崎宮前、三好島、城、熊本北、熊本間の両方で運行されている。ありがとうございます。